ブルーコスモスってどうすれば満足してテロ活動をやめてくれるんだろうに対するみんなの反応をまとめてみた。ビーガンやベジタリアンに動物性食品食えっていうレベルの要求な気がする。仮に話の通じるプラントがナチュラル回帰路線しか道がない状態なのかならテロる理由はないな。でブルーコスモスの団体幹部がいたとして、そいつらがテロやめて環境保護団体やっていく、構成員もテロやその対方向へやめろと宣言しても、知るか俺はコーディネーターが憎いんだ。セブントやブルーコスモスを自称するまた別の個人がテロ活動をやってしまうのは目に見えてるリアルのイスラム原理主義が、イスラム教徒の中の偉い人が平和大事と言ってもテロやる奴が出てるように。しそうだからなこれ、要はコーディネーターはこの世から全員消えるべきを教義にした宗教集団と同じなんで、どうしたら全員回収してくれるんだろう、って考えるとまあ無理っすね。200年もすればなくなるんじゃね、コーディもブルコスも。KKK みたいに世代交代で徐々に規模が縮小してくんでない。絶対服従のコーディネーターを作ったって結局処分するんだから妥協点なんてないよ。少なくともキラたちが生きてる間は無理ひ孫が老人になってる頃には落ち着いてそう。保守層が過激化した上に軍需産業と絡んで稼げるようになったもんだからどうしようもない。もはや団体ですらないというかジオン残党みたいに名乗ったもん勝ちなんよね。とりあえずブルコス名乗っとけば何やってもいいみたいな風潮はある。差別思想だしコーディが存在する限りどうにもならん穏健派なら今後一切コーディネーター製造禁止とかで満足するだろうけど、テロやってるのは過激派だし。本編開始以前の鳥の議定書で地球上の国家はコーディネーター製造するの禁止されているからブルーコスモスの目標はある程度達成されてたりする。あるサイトの社会運動の歴史についての記述で、社会運動は目標を達成した後も組織は残ろうとして過激化したり迷走したりするって内容のことが書いてあったんだが、ブルーコスモスも鳥の議定書達成後から以前から存在していた過激派がどんどん組織の主流になっていったとかあったりしてな。まあ言うてスポンサーの潰されたパブリック、エナミーなんで以前のように大手を振ってはまあ無理でしょう。例えたらアナハイムやらブッコに支援受けられないジオン残党みたいなもんなんで現代の宗教系団体と同じで過激派と穏健派に分かれるんじゃね。全滅しかなさそう。どうせコーディネ絶やしにしたら、次は遺伝子治療を受けた患者やその子孫を迫害し始めるだけで諸婦の信頼感。遺伝子組み換えとかした食物とかも排除に動き出しそうだし、対象がコーディ以外にも広がっていきそうだよね。アズラエルやロゴスなどビジネスもやってるようなタイプはプラントとコーディネーターなんとかしたらそこで止まるだろうけど、末端や宗教団体系列の奴らは遺伝子治療や遺伝子組み換え食品まで攻撃する奴らいそうだよな。アズラエルも無理でしょ、ビジネスで許容できるのなら。ただコーディらが普通に働いていた時期のプラントでテロとかしまくることはなかっただろう。その時期はアズラエルまだ10代とかでは。でもブルコスを愛化にしているロゴスらはジジイばっかりだから、プラントに対する対応は継続されていると思う。63年の理事国との対立が確定したプラントのエネルギー部門へのテロの時は23歳で名刺就任してるのがほぼ確定と思われる時期の68年以降から、マンデルブロー号事件やメンデル崩壊のバイオテロと未開理事会でのプラント議員へのテロとむしろ過激路線になってるゾスウェンの幼少時の回想でブルコス教官切れさせた時期にすでに高い地位にいると描写もされてる。未開理事会はあれは理事国が関与していたから、ブルコスの独断ではない可能性はあるけど、あの時期ですでにブルコスが理事国を掌握しているのなら、実際にはブルコスがやっていたとなるけど。そういうのはしないよ、そもそもあの世界の人間は遺伝子治療を受けた人間の子孫ばかりだから。それにフレイも劇中で言ってたろ、病気でもないのにって。治療なら当たり前として受け入れられてるんだよ。いや、ミリアリアは生まれながら遺伝子治療を言っていて過激派ブルコスに同一視される危険性がありだからブルコス進化と思われていたフレイを彼女は警戒していた設定は種時点からあった。全く聞いたことないしウィキペディアとかにも書いてないんだけど、どこ情報それ。20年以上前シード放送当時の監督へのインタビューだったはず。あれはブルコスじゃない、フレイは病気治療で遺伝子をいじるのはわかるけどって言っている話であって、ブルコス全体が病気治療なら遺伝子操作を認めているって話じゃないような気がするけど、勘違いされること多いんだよね。あれはフレイの個人的意見でブルコスの話じゃない。しかもフレイはブルコスであることは否定してる。さらに言えば最高畜戦争で遺伝子汚染が起きて人類全体で遺伝子治療という話も初期設定案の話で公式設定じゃない。でも思想に影響あったらしいと完全に違うわけでもなさそう。ただそれでもフレイ自体は別に前からコーディネーター排斥活動とかはしてなかったし、ブルコスに入ってるわけでもなかったから影響は例ではないけど、あくまでも限定的だったけどね。ぶっちゃけナチュラルでコーディネーターに大小の差はあれど、否定的な感情を持つこと自体はブルコスに限ったことではなく、あの世界のナチュラルでは珍しくもない話ではあるし、だからこそ面倒でもあるのだが、ブルコスにも遺伝子治療までは容認せざるを得ない派と遺伝子治療アウト派があるのかもな。反コーディネーターでまとまってる自然保護団体と規制宗教の生き残りの原理主義だから派閥ごとで見解バラバラでも別におかしくない。最高畜戦争で遺伝子治療がないと健常に子孫を残せない人々が多数出た世界だと、まあ理想だなって思った。
個人的にはコーディネーターのグルコス心配の掘り下げをもっとやってほしいわ。エクリプスでネームドキャラでようやく現れたし、コーディネーターが存在し続ける限りグルコスに似た思想は残り続けると思うよ。さすがにプラントを吹っ飛ばしてコーディネーターは根絶やしにしろレベルではなくても、あいつらなんだかな、レベルの意識は一般的なナチュラルの間に間違いなくあるだろうし、そこから派生したテロをするような過激派を根絶するのは無理やろなって。タネジユーの小説版エピローグでユーラシア連邦の拡大してるグルーコスモス思想もミケール一派とかもう関係なくなってて、プラントの奴ら空の化け物許せねえって感じの自然発生的なグルーコスモス思想だろうな。ミケールは核で消しとんだしな。コーディネーターを法の範囲で監視管理した上で自然淘汰で絶滅させるのが正しかった。アタオカコーディネーターと同レベルでアタオカグルーコスやっちゃったからどっちもどっちって状態に。迫害するべきじゃなかったんだよな、自ら名乗ってもらって保護するべきだった。どうせコーディがいなくなってもナチュラルのハイスペ相手にコーディネーター認定して雑にヘイトぶちまけるんやろ。ルサンチマンのお手軽ストレス発散思想としてのグルコス、それか元の環境保護団体に立ち返るか。それはもうすでに作中で似たようなことをやってるんだよな。バルトフェルドと会話してるガキともなんかろくな奴らじゃない。ということでブルーコスモスのテロリストがナチュラルのかがり者とも殺そうとしてたり、人為的に遺伝子を操作して生み出された人間という存在に生理的嫌悪や能力格差を感じる人間がいる限りどうしようもない。特に能力格差はただの思想の違いとは異なり明確な差を生じさせているのが厳しい。これに不平不満を感じる人がいなくなる、テロを行うほどの規模ではなくなるにはコーディネーターの総数が絶滅危惧種並みに減るか人類全員コーディネーターになるしかない。環境保護団体と宗教団体とその他もろもろの思想がぐちゃぐちゃに混ざり合ってグルコスが生まれたからコーディ絶滅させても今度はグルコス内で殺し合うだけじゃない。強制婚姻でハーフ増やしまくって曖昧にするのは一手ではあるけど自由を奪うという意味ではあまり歓迎されることではないんだよな。ジュランダル議長が言ってた、ブルーコスモスは組織というより思想って考えたらブルーコスモスの名手や組織関係ないけど、現実のイスラム原理主義に共感した人がテロやったケースのように、ブルーコスモス思想に共感して、組織に入るでもなくまずテロする人や本部と関係ないマイナー組織もあったりするんだろうか。ジョージ、グレン暗殺犯のガキはそれっぽいよな。裁判で心神喪失扱いで無罪はブルーコスモスの支援の結果だろうが、現実でもこんな風に、いや過激な奴らはこんなこともやるはずだと止まらなくなるのだから、コズミックエラー世界でもブルコスがなくなってもコーディに対してこんな風に考える人たちはやまないだろうし、そうした中からテロする人もまた出続けるんだろうね。反コーディネーター思想の最大手がブルーコスモスという感じなんだろうな。知名度もネームバリューもある。ロゴスとブルーコスモスの力関係も種運命見てるだけではわからんよな。ロゴスが経済団からだの集まりなら理事国中心に地球経済にもダメージが来る、プラントへのテロ活動容認してるのは明らかに変なんだよ。ブルーコスモスをトップをメンバーに入れてテロ活動制御しようとしたとかなのか、それ以前の環境保護団体していた時期からロゴスと一緒にある存在なのか。ぶっちゃけブルコスからコーディがあれだけ憎まれてる理由って、コーディ自身の有能無能じゃなく暴力反対だの差別反対だのといったアンチヒューマニズムを盾に正面切って競い合ったら負け確定のチーター相手に真剣勝負で不可楽の格付けさせらされたせいじゃねえかなって思う。あと S にインフルエンザ、穏健派爆殺、ニュートロンジェマーキャンセラー投下の件がある仕返しまでの間だけでもブルコス増加については、キャンセラー投下公式でも NJ とニュートロンジェマーキャンセラー間違えてるからな。スターゲイザーのあのシーンだ。種運命の時は議長のロゴス球団で影響力下がったっぽいけど、映画ではミゲールらがテロしてて、ファウンデーションがモスクワをレクイエムで焼いたことと、プラントのジャガンナーとラザフと過激派の放棄でユーラシア中心にブルーコスモスの支持が拡大しつつあるんだよな。真剣勝負で思ったけど、あの世界ってオリンピックやプロスポーツってどうなったんだろうな。ジョージ、グレンの時点ではオリンピックがあったようだが、ナチュラルとコーディネーターの平均能力差が露骨に現れた時点で陳腐化して、そう隠れコーディネーターみたいなのは絶対いるだろうし、隠れコーディネーターは本当にな、藤井聡太や大谷翔平がナチュラルって言われても信じれないわ。ナチュラルだよね。隠れコーディネーターってのも厄介だよな。それこそ劣ってる奴らの中で崇拝されるのがそんなに気持ちいいかって憎悪につながるし、だからさらに隠れるしかなくなる。そもそもやれ上位種が優勢種だと自称しながら、人間というクソでかっくりで劣等種相手に同じ土俵で勝負するのを強要してきやがるのがコーディネーターだからな。人生イージーモードでチヤホヤされてるだけじゃねえか、ふざけんなってなるよ同世代のナチュラルからしたら。やはり荒廃して均一化して新人類に未来を託すしかない。劣等感などと軽々しく言ってくれるが、貴様らも貴様らの親たちも自他問わず人の感情を軽視しすぎだ、自分たちだけは理性的に行動できているかのような上から目線で物を言うから反感を買うし、感情をコントロールできているつもりでいるから肝心な時に劇場を抑えられないのがなぜわからん。切れるのが自分たちだけの特権だと思うなよ。それらを考えるとダブルブイって心臓に毛が生えてるのか、そういった機微には鈍感なのか、かなりアウェイな環境で地雷原でタップダンスしてる真似やってるよな。WV を雇って厚遇している悪態御社がすごい気がする。
あいつらザフトも連合も、ブルーコスモスの私兵のファントムペインのお仕事も引き受けてるんだぞ。大株主がロゴスだったのに種運命後の時期もまあ元気してるっぽいし、CE のアナハイムになれる逸材だと思う。WV のムーブ見てヒヤヒヤしてるな。チコーディの同僚部下上司は絶対にいるだろうな。WV のムーブで胃袋痛めたり頭抱えてた上司や同僚たちがさすがにやりすぎて解雇されたことに安堵してたら、軍の議官として出向してきた時どんな表情したのやら。オーブのエリカ、シモンズでさえそうなんだっけ。ナチュラル機体の星と思われてた奴がうっかり隠れコーディネーターだったりしたら周りの反感買うわな。コーディネーターが迫害されたのが先なのか、ナチュラルに紛れて優等生ぶらせたいと考えたセコい親がいたのが先なのか。どっちが先でもありうるし、どっちにしてもろくでもねえ。シーゲルもパトリックもコーディ製造禁止国家出身のコーディという世界の闇勝手に作っといて何迫害してくんだよ求人類ともが。ってのが根っこだから大体目打つ。勝手に生み出されたコーディネーター勝手に作っといて何言ってんだ。迫害するナチュラル勝手に作っといて何言ってんだ。そう言われるとゆとり世代問題みたいな話だな。ゆとり教育以前のジジババこれだから、ゆとり世代はさ、ゆとり世代の人おめえらがゆとり世代とか勝手に生み出したせいで俺らが望んでなったわけじゃねえよ。アズラエルとジブリールの考えは同じかって言ったらどうなんだ。どっちも決まってるんだが違うっちゃ違う。ジブはなんか信用したらまた手を噛まれるみたいなことを狼狽してたから、過去にプラントに対して言った投資をプラント過激派にパーにされた口なんじゃないかとあくまで推測だが、まあ遺伝子を先天的にドーピングしてるようなものだからな。コーディネーターってポケモンで言ったら草むらで見つけた一発目の子、体をそのまま手持ちにするのがナチュラル、個体与え児って他より強い個体にするのがコーディネーターって感じよな。でとうとう種族値そのものまでいじり出して努力値を軽視し始めたのがアコード。どうせ数が減ったところで英知をなくすわけにはいかんとか言って新しいコーディネーターも作り出すさ。下手しなくても第二のメンデルやキラのクローンだってワンサカできる。小さな火種のうちに潰すしかないから、順調も総裁も原種も休めない。今後も外宇宙への探索や開発続けるならコーディの存在は必要だろうな。ダブルオーで外宇宙航行艦にイノベーター乗せたみたいに、コーディネーターでなくても宇宙開発できないわけでもないしな。ハード面の科学技術の進歩で宇宙生活の負担が軽減されていくとしたら、コーディネーターとナチュラルの宇宙空間での能力差も減っていくだろう。ガガーリンの頃は選ばれた人しか宇宙に行けなかったのが、今は高い金を払えば青い地球を短時間だけソユーズから見下ろせるように、それと後天的にコーディネーターの能力をナチュラルに与える技術が生体 CPU と違って負担の少ないやつで生まれたら色々変わりそうだよな。まあ大体こいつら見てたらコーディネーターが憎まれる理由わかるんじゃねえかな。アシュラの生き方とかあれ、コーディネーター優勢論を際の際まで突き詰めたような考え方やで。勝って当然だから敵への敬意に欠ける、勝たなきゃ意味ないから勝ち方に関わらない。でも勝つという結果が必要だから敵がいてくれないと困る。その敵が正面対決避けたからめてでかかってきたら切れる。彼らに関してはアウラの教育が悪いに尽きるのではないかな。ラクスみたいになれたのになれなかった原因はやはり教育。遺伝子調整技術をお手軽天才製造マシーン程度にしか思ってなかっただろう。その辺の第一世代の親の教育は、曲がりなりにもその辺のエキスパートではあったアウラよりひでえんじゃねえかな。ぶっちゃけテロ活動に励んで時点で明確なゴールとかないよね。現実の反映合いがまさに今ブルコスってるからどうなるかは想像しやすいね。第一世代製造はもう禁止してるので、あとはコーディそのものが主としては3世代以降はまともにこうなせませんってプラント内でも取得してる内容を公表すれば放置してもいいかとなるとかも。あれは実質議定書を批准してる国多数の地球上で禁止というだけで、批准してない国や宇宙の国や地域は関係ないよ。種の時点でラクスが婚姻統制しても出生率が下がっているって逃走中に演説していたじゃないか。出生率についてはもうあの世界ではみんな知っていることだと思うよ。あれもコーディネーター同士の組み合わせだと遺伝子操作技術の欠陥で3世代以降行き詰まってしまうことまでは話してないからな。アブネスが自由恋愛しまくってるし、シンルナも種自由時代でも関係続いてるし、婚姻統制は形骸化してるんじゃない。種後半と種子時代だと婚姻統制を言っても子供が生まれない、そしてすでに未来を作れぬ私たちのどこが進化した種なのかって言っているから、この時点で行き詰まっていることは説明していると思うけどな。言うてコーディネーターやその親たちって周囲にどんな反応を期待してたの。ナロー系に出てくる主人公をよいしょするためにだけ存在してるバカ異世界人みたいに振る舞えばよかったの。凄さの種知ってる上でっていう順序が逆じゃないか。暴力を先に振るってるのはブルコス側で、それに反発して優勢思想が強くなってるのがコーディネーター。第一世代の親なんかはあくまで金持ちの英才教育の延長線上だとしか思ってなかったろう。だからその暴力を振るうに至る原因が何かと突き詰めれば、結局
金で遺伝子いじっていた才能って純然たる事実に向き合おうとせずに同じ人間だからと悪平等を強いたとこにあるんじゃねえかなって、親は生まれてきた子供に罪はないからと事実上子供を盾にして、子供は親が勝手につけた才能だからと親に責任転嫁したんじゃ、そんな無責任な才能を振るうことによって隠した扱いされる人間たちの憤りはどこに行くんさ、と。それ言い出したらコーディ技術作ったのはそもそもナチュラルじゃん。コーディネーターからしたら自分たちで作っておいて8つあたりで滅ぼそうとするとかたまったものじゃない。そうやってそもそも論で技術作ったやつに責任転嫁して、その技術の恩恵だけは持って生まれたもんだとあやかろうって態度がナチュラルからすればさ、な。なら最初から都合のいい奴隷として作っておけばよかったじゃないですか。自由意志を持たせた時点でこうなるのは目に見えてたでしょう。オーブには悪いがナチュラル OS に感染して使用不能にするウイルスばらまいた方が良くない。オーブと連合だと方式が違うから連合だけ狙い撃ちはいける。そしたらオーブのモビルスーツ盗んだりレストアして使い出すだけよ。それやるとパワーバランスがまた崩れて別の戦争が起きるだけだろ。ならばコーディネーターが生まれないように病院や研究所に人間爆弾テロすればええやん。ミケール大佐官、ナチュラル OS は軍隊関係ないジャンク屋や民間も使ってるっぽいからな。実際数十年後にコーディがなくなろうが目の前で威張ってるのが気に食わないって人は絶対いるよね。気持ちとしては理解できるのが根深い。ナチュラルと言ったってナチュラルの総意じゃないしな。ジョージ、グレンの告白後に勝手に子供コーディネーターにした奴ら、アスランの祖父母あたりは当時の法律無視して子供をコーディネーターにしてる。あと、ジョージ、グレン作った奴らって何者かわからないものな。遺伝子操作された人類と既存の人類が交雑して人類がより進化した存在になことを望んだマッドサイエンティストでも驚かないよ。コーディネーターでも目の色が違うで捨てられて人身売買された人や毒親にコーディネートした才能に沿った人生を歩めと押し付けられた人はコーディネーター技術権をしてそうだよね。だからあの世界グルコス思想のコーディネーターもいるんじゃないっけ。小説だと自分の失笑に悩んでグルーコスモスや賛同者になるコーディネーターもいるとあった。別のスレでエクリプスの反連合テロ組織に潜入していたグルーコスモスのハーフコーディについての話題で、タネデスのステラたちの手引きしていたザクト軍服の人やアストレイのジョージ、グレントモの会の話で、入国許可書がないと入れないのになぜかアプリリウスまで潜入できてハネクジラの化石破壊寸前まで行ったブルーコスモスのテロリストがそれじゃないかと話題になっていた。ブルーコスモスの抗議のテロの被害や前例でパトリックはアラスカの後疑心暗鬼になってったんじゃないかという考察もあったな。そもそもどれだけ努力してもこの結果は遺伝子をいじられた結果なんだよな。で自己嫌悪に陥る可能性もある。才能があればあるほどそれが天然の才能だったとしても自分を信じられなくなる。デスティニープランは才能を最初から知っていたらその才能を伸ばす道だけ与えたら幸せでしょ。だけど、コーディネーターにはその才能しか発注してもらえなかったから。で可能性を否定された感じになって自己嫌悪に陥る奴もいる可能性あるってことか。デスティニープランは持って生まれたものか与えられたものかに関わらず遺伝子が示す才能以外の可能性を切り捨てることでそういう苦悩をそもそも生まないようにする計画だぞ。全ての選択と責任を管理側が持つことによってあらゆる職業の差別はなくなり貧富に意味がなくなる想定なのよね。人はプログラムと遺伝子に沿って働けばいいし努力によって己を高める必要もないし苦労も失敗も成功も愛も不要などん詰まりの計画がデスティニープラン。勘違いしてるようだけどデスティニープランに限らずコズミックイラー世界は努力は大前提で素質や才能がなければ結果が伴うことはないがベースだぞ。種運命の小説版でデスティニープラン後は実力主義の超競争社会になるって示唆されてて種自由で案の定スラムができてた。というか種の時点でもコーディネーターも適切な教育や訓練を受けないと素質や才能を発揮できないのに遺伝子操作されてるだけで何もしなくても優秀だと勘違いするナチュラルがいるって指摘してたはずだが、実力主義でもコーディネーター、子供コーディネートした層や遺伝子的にいい仕事見つけるナチュラルの人が上位に来る社会になると危惧されてるのがデスティニープランプラントの社会もコーディネートに金かけた人、その子供が上位になる傾向があるのかもな。コーディネーターでもイライジャのようにナチュラルとあまり変わらない、人は動かせる。って人もいるしな。実際ファウンデーションでその辺のことが演出上でも浮き彫りにされてるっぽい。あの国でスラム形成してたのはデスティニープランで役に立たない扱いされてた連中をあそこに押し込めてたからで。ラクス様歓迎の時に街中に映す映像を選ぶとかいい仕事はデスティニープランに対して有利になるようなコーディネーターだったっぽいんだが遺伝子適正的に有利だったならラクスの映像にミーアの映像を混ぜるような無能でも大事な職に居座れるような社会になってたっぽい。コズミックイラー世界にもともとあったジーンリッチとジーンプアの格差を可視化してしまうんだよな。マスクデータだった遺伝情報が開示されて社会的なステータスあるいは資産扱いになるわけだし、ある意味では両者ともに逃げ場がない。真のような才能を発見するのことができるけど、役目をこなすことやり遂げることは当たり前。できなくなったり代わりができたら捨てられるか始末されるのが当然で、反対者は社会と平和の敵扱いな自由なき世界な印象。ポケモンで言えば個体値ジャッジ機能が解放されて厳選始める感じなんよね。
結局作劇場の都合とはいえ、ナチュラルはまともに描写されなくなったのが全てよ。遺伝子操作次第では人を操れるとか公表されたら、さすがに治療以外の遺伝子操作は場所を問わず全面禁止になりそうだけど。お前が気に入らないだから排斥する。根底にあるのは結局これだけよね。遺伝子になったのは悪と言いつつ、強化人間なんてもんこしらえてる時点でなーっていう劇場版でも未だにデストロイなんて稼働してる闇。遺伝子という後天的には変えられないものが要因で一生の格差が決定しているって現状に焼けを起こした人たちがテロやってる感じだし、危険薬物でドーピングしてでも格差をひっくり返したいってのはあるんだろうね。それでどうにもならなかったから最後は核やレクイエムで全部めちゃくちゃにしてやるに行き着くという。なんならザフト側のナチュラルを許すなってブレイクザワールド起こしたような人らも根底はそれで結局俺の嫌いなお前らはねな思想の連中が武力簡単に持てちゃうのがあの世界のヤバいとこって話。ブレイクザワールド後にあったスタゲ人のテロとかもな、あれはコーディネーターのテロ組織が少年兵にやらせてるのが胸クソだよ。テロしない穏健派は名前変えればいいのにな、ナチュラルも巻き込んでテロるようなやつと同一視されるんだから。あるいは過激派穏健派と我々が思っていだけでテロらないブルーコスモスなんていないんじゃないか。そういうのは鳥の議定書の時点で一定の成果はあったとして満足して環境保護団体に戻ったんじゃないかな。そもそも穏健派のブルコス自体公式設定に存在しない。吉野さんがテロ組織として作ったって話そのまんまずっとテロやってるような穏健派とか誰が考えたのか知らんがソースあるんだろうか。ないよないから、ナチュラルもコービも使い潰してたアズラエルを見越しにするためにソキウスを使い潰していた話を美談に解約してアズラエルは穏健派と20年間で学ばれてたくらいだし。しかしねえ、ご覧の通りブルーコスモス穏健派の集団幻覚を抱いている人は大勢いるのだから。え、アニメでプラカード掲げてでもやってるような普通の市民団体と同じようなブルコスもいなかったっけ。あれはブルコスに扇動されたフレイみたいな感じの一般市民とか、デモをやっているからってそれだけやっているとは描写されてないので、その他に様々な違法行為もやっている可能性だってある。デモしてる人たちブルコスにはならないんじゃないの。鳥の議定書も実質効果が薄くてその後も普通にアングラでやられ続けているからどうだろうな。X10Z とかの強化技術の非道な人体実験に関しては報道されたんだっけ。そういう風にナチュラルでも嫌悪するようなことを積極的に報道しとけば自然に縮小してくんでは。ブルコスの穏健派云々は別に穏健派平和主義者って意味じゃなくて、タネシでジブリールが出たことによるジブリールと比べたらまだマシだったんだな。アズラエルからのジブリールと比べたら穏健派っていうのがまず初めに出てきた話だぞ。現実で言えば自分らで活動停止できた IRA 穏健派と活動停止を認められず本体から分離して過激派続けてたリアル IRA みたいなもんやね。テロリスト集団と軍産複合体だけでは地球連合やその外であそこまで影響力出せるとは考えがたいのもある。ブルーコスも支援していたとされるロゴスもジブリールの行動には積極的に賛同してない感じだったしな。メンバー勧誘と寄付のためのフロント団体や自然保護団体抱えてそう。あと、ある程度コーディネーターに嫌悪感を元から持っていた人が、ブルーコスモスが S2 インフルエンザや MJ 透過とザフトとの戦争で影響拡大してるから自由に乗って出世したい。で、ブルーコスモスの信徒や賛同者になった人もいるんじゃないかな。個人的にフレイトとはそんな感じがする。そこは宗教団からだが融合したからじゃないかな。キリスト教とイスラム教の過激派が合流したって話あったろ。婚姻統制周りの話、コーディネーターって種族としてどん詰まりじゃね。って気づくブルーコスモスのメンバーはいなかったんだろうか。あれ知ったらテロやるほどか。ってなる一般層の支持者多そうな気がするんだが。未来は行き詰まりでも生産そのものはいくらでもできるじゃん。主としてどん詰まりなのにコーディネーターにさせたい奴なんているか。って言っても現実にはみんな作りまくってるし、主としてどん詰まりなのにコーディネーターに権利なんかいるか。って言ってもそれで権利制限されたらブチ切れるやろ。クラインチキコとそれに反論するパトリックの視点はかなり長期的なやつで、実際の大多数は目先の日常にしかないんじゃないかな。でもやってるブルーコスモスのメンバーはロゴス球団演説の時反ロゴスになってそうだ。鳥の議定書、S2 インフルエンザの後とはいえ、本編で親プラント国家になる国やオーブみたいな中立国まで批准した国際条約が発効しているあたり、ブルーコスモスやロゴス単独じゃなくて人質地球上でコーディネーター化禁止の世論支持を持っていたからできたように思える。コーディネーターそのものへの嫌悪以外にもコーディネーターとして子供が生まれたが、人身売買の犠牲になるとかの不幸になるケースやメンデルのような胎児の命をもてあそぶような実験が明るみになったとか。本編でずっとやらかしまくってロゴス暴露とその後のロゴス裁判で非人道的な研究や行為が暴露されて懲りずにテロ活動して国際指名手配になってるんだから今更はいやめますはできないでしょ。ブルコスもまず世間が認めないし許さない。じゃあそいつらをどっかに集めさせて寝切りにすればいいんじゃね。コーディネーターの少子化問題はその原因を知っているのはプラントの上層部だけということになっているからプラント市民もブルコスもみんな知らんのだろう。そんな状況で婚姻統制受け入れているのかって呆れもあるが、婚姻統制自体は、独立前、プラント理事国がプラントを支配していた時期から存在しているのはデュランダルとタリアが分かれた時期を考えたら明らかなんだよ。
ブルーコスモスでモロボスとつながりのある上層部は婚姻統制のようなことをしないと3代目以降の子孫作りに問題が発生しているという情報はある程度持っていたのではないか。それがプラントの一般市民の世論と同じで婚姻統制やったら乗り切れる程度の問題。やはりコーディネーターは脅威、これでナチュラル回帰するから安心だねと言ってる甘い奴はいないよな。楽観的に思うなよって認識なのかもね。詳しい原因はわからないが、子供が生まれづらくなっているのは知っている。その上でアスラン・トラクスが子供が生まれやすい組み合わせとして婚約者になっているので、生まれやすい組み合わせがあるのもわかっているはずだよ。宗教団体って衰退したからブルーコスモスと合流したりしてなかった。あと宗教団からだの過激派って言うけど、イスラム教とキリスト教の過激派でもテロやってる奴らばかりではない。だから厄介なんだよ。国によっては選挙活動やって議席得てたり、ロビー活動で自分たちの望む政策や制度を導入させたりしてる。アメリカのキリスト教原理主義なんてテロやってない連中の方が多数派で影響力を政治に及ぼしてる。タリバンのように政権取ったら憎んでるはずの敵のアメリカとも交渉してるようなのもいる。それは過激派って言われる中でも別の名前のグループでしょ。反抗議団体はブルコス以外もあって、テロとかするのはブルコス、そういうのをしないのが別の名前の反抗議団体ってだけなのでは。今日本でタバコを吸ってる人は減ってるでしょ。昔はもう当たり前のように吸ってる人ばっかだったのに、これって子世代には体を壊した親世代とか、タバコは危険ですって教育見て、これは危険なものだから吸わないって思想が根付いてる形なんだよね。これと同じでコーディネーターも当たり前にいる存在だから、殲滅とか頭悪いよな W ってなる社会になるまで時間が経つしかない。アブラハム一神教は全ての生物人間含むは超すごい唯一絶対神が作ったという教義が前提だから、宇宙クジラがいる神の管轄外があるという証拠、神の領域に手を出すコーディネート、その技術で宇宙へ繰り出すジョージ、グレンが持ち帰ったもの、このコンボで壊滅的ダメージを負った上に競技的にも絶対許さんだから、かなりの勢力がブルコスに合流してる。なので民族紛争であるとともに宗教戦争をやってる十字軍の属性もあるというひどい組織になってる。あまりテレビでは描かれんが、そこんとこいい感じに適応できる多神教はマシだったんだけどね。ハウメアはハワイ火山の女神だが、ソロモン諸島のオーブで現役、寺院ではなくミームという側面ではナチュラルやブルコスは全く適応できずに新時代へ淘汰されつつあったという皮肉よ。仏教は衰退するとは思えないんだよな。その設定マルキオの設定で、マルキオは元仏教徒で宗教団からだの混乱を見て失望、シード理論からシードの思想を作ったという設定見たことあるけど、これって公式なん？公式では大きな宗教団体に属していたと名指しは避けてるんだけど、方位を脱いだって遠回しに示唆してるのと、同志という単語自体が仏教用語、失望した理由も宗教闘争の激化とぼかしてるけど、要するに末法状態。まあ実際種自由だと多少マシになったとはいえ、だいぶ末法めいた世の中なのはそうだから、ナコズミックイラー世界。日本だとあまり馴染みがないが、大陸の方だと一神教勢力とドンパチやってるヒャッカー仏僧が割と多くてね、名言は避けるが勢力を拡大したから見切りをつけたなんてパターンもありうるかもよ。およそ日々学んできた教えとはかけ離れてしまった。で、スターゲイザーの漫画見たんだけど、そこのソル、リュウネ、ランジュってキャラがかなり若そうなのに第一世代コーディネーターなんだよね。スターゲイザーの陣のテロ、犯行予告後にコーディネーターは子供でも危険ですって感じの報道がされていたのが、あの世界らしい感じがしたな。良くも悪くも地に足ついてる感が怖いんだよな。ブルコスはやられたら困るとでいうところに落としとかエンジェル、ハイローとかあの辺が余裕で上位に来るんだが、悲劇とエゴの濃度がわかる味になってしまってるというか、宇宙世紀のイカれた人々には人類の革新妄想、メタ的には富野監督の思想があるけど、ブルーコスモスはそんな壮大なロマンはいらんからな。あくまでも既存の人類秩序からコーディネーターを切除できればそれでいい。共感は非常にしやすいよね。人類の問題点を力ずくで抹消してより、いい社会を手に入れようよりも、今生きてるこの社会は嫌いじゃないけど消えてほしい連中はいるぐらいのが現代の気分というもの。シードの世界って全体的に生々しいんだよね。良くも悪くも戦争に巻き込まれた少年が心壊してくのとか、時々僕はあの人に勝ちたいとかで発奮して再起できたアムロより生々しかった。この手の人たちは仮にコーディネーターがいなくなっても、青木正常なる世界を害する対象を見つけて暗躍し続けると思うよ。もはや敵を探すことが目的になってる本末転倒な連中ってことよな。反プラント、反コーディネーター思想主義者やその団からだの総称だからな。元はアズラエル財団が講演していた環境保護団体であったが、 CE15 年にコーディネーター技術が明らかになると範囲を表明、 CE40 年になるとキリスト教やイスラム教といった旧宗教の原理主義者も取り込み、武装団体として発展していった団体。環境団体と宗教団からだが集まってできた地獄のような集団だから、常に敵が必要な集団。その決めつけは結構危険な考え方じゃない。こいつらいっつもテールベルな争いしてんな。やっぱりアコードがナンバーワン。お前らレクイエムでとりあえずブルコス殲滅くらいはしてくれよ。核で割と吹っ飛んだだろうけど、まだまだ残ってそう。オーブに住むコーディネーターもろともレクイエムで虐殺しようとしたクズが、そんな相手を区別するわけないだろう。アコードという勘違い集団は自分たち以外は無能なゴミと思ってるのに。
ブルーコスモスもザフとも同じこと考えてるよ。自分は正しくて相手は間違っているから。どっちかを根絶やしにするしかない。過激化した思想テロ集団だから、コーディネーターがいなくなったら別の口実を作って暴れ続けるかもだけど。N ジャマー10日にユニウスセブン落としに映画のレクイエムで、コーディネーターはブルコスが可愛く見えるくらい殺しまくってるからな。コーディネーターは何か被害面しててブルコスの方が悪に見えるけど、実際はコーディネーターの方が比較にならないくらいナチュラル殺しまくってるからな。特にユニウスセブン落としはテロで映画は自作自演だから、コーディネーター側が一方的に逆差してるし、そりゃナチュラルからしたらコーディネーターとか生まれてくるべきでなかったとなるよ。コーディネーターてかプラントな。プラントに関しては滅ぼされても当然だろとしか思わん。どちらが悪いとか有尺度で考えるなよ。そんなことを言ったところで、今度はナチュラルが悪い要素を見つけ出して追求してくるだけ。被害者ポジションという免罪符は立場や生まれを超えて万能。核戦争したら全てが滅ぶという認識がある中で、その引き金になりかねない血のバレンタインをした時点でブルコスが絶対悪だよ、関係ない奴を巻き込むなと思うかもしれないが、核戦争になったら遅かれ早かれ関係ない奴を巻き込むから、なおさらブルコスを批判するべき。ウィキだが地球軍は核攻撃を否定し、プラント側の自爆作戦と非難した。で、そりゃプラントもブチ切れるよ。プラントの連中が宇宙の化け物なのは一切否定しないし、むしろ同意するけど、あいつらがコーディネーターの全てみたいな言い方やめてくれる。むしろあいつらのせいで迷惑かぶってるコーディネーターの方が多いんだからな。難しく考えることなくない？作中で何度もいろんな人が言ってたじゃん。青木正常なる世界を取り戻せればそれで満足するよ。その青木正常なる世界の基準が人によってバラバラだから揉めると思う。なんなら理念を盾に誰かを攻撃したい人や金儲けしたい人も混じっているから余計複雑になる。ナチュラルもコーディネーターを作るから難しい。全員をブースデッドマンにする方が近道かも。映画の後はユーラシア弱体化で世界バランスが崩れる、プラントにアコード擁護派ができる、ブルコスが勢力盛り返す、らしい。まだまだ終わらんよ。ブルコスが勢力取り戻すのはレクイエムで5000万人以上落殺されたから当然なことで理解できるけど、アコードという虐殺者を救世主とか言ってるのは全く理解できない。ファウンデーションに加担した反落者友の処分に困るぐらいにはプラントでは同情論が高まってる設定なので、ブルコスと同等かそれ以上にヤバいのが結構な数いるぞ。プラントはコーディネーターの中では少数派なのに、プラント以外のコーディネーターにとっては迷惑すぎる。他の大多数のコーディネーターはナチュラルとちゃんと共存してるのに。ブルーコスモスをどうにかするんじゃなくて、それに賛同するナチュラルを減らすにはどうしたらいいかって考えないとね。思想であって組織じゃないんだから。対立の根底にあるのが歴史とか宗教とかじゃなくて、シンプルな能力差と任意で慣れる慣れたってところだし、それは永遠に消えることがないんだよね。ブルーコスモスの中にも思想に共感してるコーディネーターいるんじゃなかったっけ？そりゃ地球に住んでるコーディネーターは N ジャマーやユニウスセブン落としとかで家族や友達殺されてるだろうから、ブルコスに入るコーディネーターもいるだろうね。あとコーディネーターというのを隠してたり知らないコーディネーターとかはプラントは本当に迷惑だし。もちろん青木正常なる世界になるまでですね。とりあえずは宇宙空の化け物友の巣に輝くあれで綺麗すれば解決だよ。どっちかというとブルコスを完全に排除した方が最終的に世界のためになりそう。コーディナチュラルどっちにとっても百害あって一利なしの集団では、同胞死の道一直線の改造させる時点で終わってるからな。設定的にコーディネーター遺伝子はガチで汚れてるので根絶休まで終わらんだろうな。